楽屋とかにいる堂本剛は、はいはい、真っ黒だったよ。真っ黒でした。うん、どちらかというともう一人の方も、はい、どっちかっていうと楽屋では暗い方だと思ってるんですけどもね。はい、だから僕は随分暗い若者二人と番組を始めたなと思って常に辞表を持ってここに。でも楽屋を一歩出てさあ番組だとかやると、はい、バカやり始めるじゃない。それはもうあのプロフェッショナル、あれはもう、そうなんですね。あの頃これ本当にね17か18でしょ。はい、そうです。えらいなこの若者2人はと本当ね、あの変化、あのなりきって、はい、終わった後はシャンプーしてまたムッとなる感じあの2人が。あ、そうでした。そうよ、こっちは50歳のおじさんがドキドキしてるのに、はい、すっごい不愛想なわけ君らが